はい、始まりました。緊張する。まだ来てない、誰も。来てください。こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。遅いね。ご飯食べてる。ちゃんと食べてますよ。こんばんは。やあ。こんばんは。みんな早く来て。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。あ、めっちゃ来た。ありがとうございます。立ってみて。立ってみんの？立ってみんの？あとでね。来てください。りーちゃん。はい。こんにちは。こんばんは。めっちゃ背景白い。こんばんは。足が好き。ありがとうございます。たくさんポイント、ハート押してください。こっちかな？こっちかな？押してね。ありがとうございます。今日は何してたの？今日はラーメンを食べに行ってました。ありがとう。やっほー。なんかコメントが投稿できませんって言ったんだけど、あ、来た！今日、ツイッター見てる。ありがとう！これ動いてるかな、今。大丈夫かな？なんか止まった、また。あ、ごめんなさい。ラーメンいいな、いいでしょう。今度話したいです。話しようね。動いてる？ハート押してー、みんな。動いてる？動いてる？おやすみ。あ、もう寝ちゃうの？あ、前見れなかったけど生で見れた。ありがとうございます。動いてる？動いてる？ちゃんと動いてる？あ、めっちゃハートくる。ハートありがとうございます。あ、キャンディー来た。ありがとう。あ、めちゃめちゃ10個も来た。ありがとうございます。お嬢様じゃないよ。お嬢様。お嬢様じゃないよ。ふわたのべき端っこ。端っこだったのに見てくれてありがとう。ありがとう。ふわたに来てくれてありがとう。え、いつだろう。お昼かな？夜かな？昼かな？ありがとう。たくさんハートをしてね。あ、50人も見てる。ありがとうございます。こんばんは。めっちゃ白いね。どうしたらいいんだろう。なんでだろう。背景めっちゃ白い。ココちゃんありがとう。あ、めっちゃハートありがとうございます。リリーベ楽しみ。それな、めっちゃ楽しみ。来週にね、発売のリリースイベントが始まるの楽しみです。見てます。ありがとう。お風呂入らなくてよかった。本当にのライブ見るためにお風呂入ってないの？ありがとう。後ろの何？後ろのはね、ディズニーの、ジェリービーンズとかチョコレートとか入ってるやつのスーベニアだよ。夜？見て左、こっちか。ありがとう。ダンス踊ってください。踊れません。服が黒いから背景が白くなる。あ、そういうこと？そういうことなのかな？あ、こんばんは。リリーベ行きたいな。来てほしい。待ってます。始まったら来てね。年末もね、クリスマスあたりから公演始まるんで、公演も見に来てください。立ってみて、後で立ちます。かわいい。ありがとう。いやー。70人も見てくれてる。ありがとうございます。眠気飛んでく？あ、じゃあテスト前とかなのかな。ありがとう。今度会ってみたいです。会いに来てください。テストできます？できた？あ、そう。テスト金曜日に終わったんですけど。まあ頑張って、まあ頑張ったからできたかなーって感覚？まあ月曜日帰ってくるんで、ちょっと緊張してます。公演申し込みました。ありがとう。座席変わったけどどんな感じ？
どんな感じだろうね。お楽しみ。TikTok 見てる。ありがとう。いや、最近ね、そう、ここ最近また一気に寒くなって乾燥してるじゃん。だから、その乾燥にぴったりなものをちょっと紹介しようかなって思います。ぜひ参考にしてください。まず一つ目が、昨日発売したばっかりの、こちら。見える？なんかやってみたかったの？これ。RMK のティンティッドオイルフィットグロスの01番です。これね、すごい良くって、なんか、保湿成分もあるし、なおかつ、まあ、色もかすかにつくリップで、まあ、クリスマスっぽいね、雪の結晶が書いてあるんです。あ、キャンディありがとう。そう、ツイッターにもあげました。じゃ、ちょっと塗ってみたいと思います。待って、恥ずかしい。塗ってみましたー。わかるかな？ほのかにミントの香りもして、ちょっと青みピンクっぽい色になります。かなりおすすめで人気なんですよ。これね、他にも4色あるんで、ぜひ、もしよかったら女の子とかチェックしてみてねー。通販番組違います。冬の乾燥におすすめなんです、これ結構。使ってみてください。じゃあ続いて、こちら。炭酸ですね。炭酸洗顔ができる RMK さんのモイストフォーミングソープです。これね、すごいね、よくって、振ってから出すんだけど、泡で出てきて、もうすごい、ちょっとシュワシュワしてて、肌の血行とか良くするやつで、結構おすすめです。もう、肌から温めるみたいな。そう、あったかくなるじゃん？結構血流良くするみたいな。そんな感じです。これまた最近ハマってまーす。ぜひ、炭酸洗顔で調べてみてください。僕のコメント無視しないでよ。ごめんね。なんか送ってくれた？ごめんね。じゃあ続いては、ニベアシリーズいきたいと思います。こちら。ニベアのスキンケアクリーム2つとリップです。これはね、結構やっぱみんな使ってる人も多いと思うんですけど、これは、ちびまる子ちゃん？さくらももこさんとのコラボの商品の3点です。まあね、保湿を欠かせないですよね。まあ、冬これから乾燥するんで。まあ、男性の方でも女性の方でも使えるような、かなりいい商品です。なんか変だな、商品販売になっちゃった。やだな。とりあえずめっちゃ良くって、まあ、お家で結構化粧水塗った後によく塗ってるのがこの缶のニベアで、バラありがとうございます。で、持ち運びで使ってるのが、結構乾燥しやすい、手とか乾燥しやすいんで、持ち運びで使ってるのがチューブタイプので、でまあ、リップとしてまあ、学校が結構高速ダメなんで、潤いだけでも欲しいなっていう時には、このニベアのリップを使ってます。ぜひ、そこで見ているあなたも使ってみてね。乾燥ね、ほんと、保湿がほんと大事なんで、ぜひ使ってください。はい。こんな感じで、乾燥についての冬場の乾燥についてのお話だったんですけど、ニベア使ったことない。ニベア使うと結構いいよ。ニベアバッグとか、おすすめです。くれた、今来た。ありがとうございます。使います。使ってください。ちょっとコメントを遡ります。声が変わる？声は変わらないです。一瞬 YouTube 見てるかと思ったよね。ごめんね。LINE ライブだよ。YouTube ね、ちょっとやってみたいなって気もしないでもないかな。って感じ。目が輝いてるスタンプ。探してみて。ちょっと待ってね。今探します。目が輝いてるスタンプ？
どれだろう。目が輝いてるスタンプ？どんなだろう。感想についての感想。もうリリもめっちゃ乾燥肌だから、すごい。めっちゃ乾燥肌で結構保湿とかしてるから、もうほんと乾燥嫌いだけど、頑張ってこの冬を乗り越そう。なんか変なのついちゃった。なにこれ。今日寒かったね、それな。目の前にニベアある。もう今すぐ塗って。なんかちょっとこれ気持ち悪い。どれ目がキラキラするやつって。なんかやだ。どれ目がキラキラするやつ？どれ？どれですか？目がキラキラするやつ。なんか、ティアラ来た！ありがとうございます！ティアラ、目がキラキラするやつ？どれ？目がキラキラするやつ。メッセ？ごめんね。ごめんね、タカさん。ウエストだよね。帰らないでください。ウエストだよね。ウエストね、内緒。ウエストでも、狭いかかったことない。顔ちっちゃいの、ありがとうございます。そう、まるちゃんのパッケージのニベアね、めっちゃ、もう即完売だったよね。リリもめちゃめちゃ探した。ちょっと目がキラキラするやつ見つからない。今度探しとくね。はい。皆さんなんかやってほしいこととか、あります？やってほしいことっていうか、なんだろう。まあ、質問とかでも何でもいいんで、ぜひ、コメントしてください。そして、ハートも押してください。なんかありますか？それのことだよというので探してみて。あ、目がキラキラするやつだよね。ちょっと待ってね。モノマネ？モノマネですか？モノマネですか？モノマネ。何かあるかな？モノマネ。え？どんだけもう無理、ほんとにみんなリリを芸人にさせようとしないで。ダンスですか？ダンス、何がいいかな？TikTok の。ダメこれじゃあ。ゆっくりでいいよ、待ちますね。ごめんなさい。冷え性におすすめ？ありがとうございます。冷え性におすすめなのは、半身浴。もう足湯とかもマジめっちゃほんとやった方がいいです。めちゃめちゃ、リリもさっき足つっちゃって、足めっちゃ冷たかったから久々に足湯したんですけど、やっぱ、なんて言うんですかね。下から暖かくなってくるみたいな。足温めるだけで、でもよく言うのはあれですよね。三つの首を温めるっていうんですか？ですね。私が聞いた話なんですけど、三つの首を温めることによって、手首、首、足首の三つを温めることで温まるってよく聞きます。ぜひ、でも半身浴本当にいいね。半身浴やってみてください。待ってね、ごめんね。コメントが動かなくなっちゃった、また。あ、動いた。鼻つまんで何か一言。鼻つまんで何か一言。ラーメン。ねえ、ほんとに！皆さん、ティディベアありがとうございます。ふわふわで一番頭がいいのは誰？誰だろう？みんな、遠藤がめっちゃ点数取ってる、ほんとにテスト。いいよね。もう遠藤に勉強教えてもらおうかな。でもね、遠藤にね、負けないようにリリも頑張ります。フワタン楽しかった。ありがとう。ちょっと待ってね。ウエスト気になってる人いるから。やだ、測定してでもいいから。もう、今度教えます。新しいステージに対して思うことと意気込み。そうですね。新しいステージ。もうね、めっちゃ久しぶり。この間ワンマンやったけど、原宿駅前ステージは、ほんと久しぶりで、もう、どんな形になってるかは、どんな席になってるかはまだ内緒なんですけど、まあ、今度からね、新チームも入ってくるのかな？入ってくると思うので、もう負けないようにふわふわも頑張っていきたいと思います。お願いします。
今度群馬で話してみたい。群馬、群馬ってあれだよね、群馬ちゃん、群馬、群馬ちゃんだっけ、群馬ちゃんのキーホルダー持ってたよ修学旅行で一番印象に残ったことは、修学旅行で一番印象に残ったこと、なんだろう、めっちゃあるけど、なんだろう、たくさんタピオカ飲んだことかな。いろいろね、たくさんタピオカ飲んでめっちゃ美味しかったです。なんか、結構食べた。あと、小籠包作ったのも思い出だし、夜市とか行ったし、あと、千と千尋の神隠しの舞台にもなったところにも行ったんで。結構いろいろ全部思い出です。遠藤意外だけど勉強できるのよね。それなぁ。遠藤に負けるな。頑張ります。遠藤賢いよ。バンドの子たちはよく知ってるの？まだ、会ったことは、スタジオとかで会ったことはあるけど、話したりとかしたことないから、まあ話してみたいなとは思ってます。ホテルの冷蔵庫に忘れたままの土産なの。チョコレートです。ごめんね、メンバー。許してDM でやりとりしたい。ごめんなさい。それできないんです。ごめんなさい。新しくなった座席？あ、そうなんだ。なんか、すごい、なんか、なんだっけ。なんかチケット2種類ありますよね。ぜひ、近くで見たいよって方は、前に来てください。ぜひ待ってます。公演も。ついに始まりますよ。原宿駅前ステージが。年末まであるんで頑張ります。そうです。台湾に、修学旅行は台湾に行ってきました。飛行機で。それ飛行機か。飛行機で行ってきました。台湾の食べ物美味しかったかな。自分で作った小籠包めちゃめちゃ美味しかった。うん。でも結構食べた。うん。めっちゃお腹いっぱいだった。目が輝いてるラインスタンプ必ずあるから探してみて。はい。探します。ちょっと待ってね。ケチ寂しいね。それな。めっちゃ寂しいよ。なんか、ふわふわ入る前のパーティーズのオーディションで一緒だったから、すごい。ね。なんか、寂しいね。やだー。こんなしんみりした話やだよー。でも、ケイちゃんと最近ずっと LINE してて。もう、会いたいなって思ってて。もう、で、ずっと一緒にラーメン行こうって言ってて、まだ行けてないから、あうあう詐欺になっちゃう。あ、行こう詐欺になっちゃう。行こう詐欺になっちゃうから、ちゃんとケイチンと約束しまーす。当たれば行きますね。待ってまーす。当たりますように。当選祈願。私も修学旅行、嘘一緒やったー。めぐみんちゃんで会ってるかな。めぐみんさん、一緒です。やったー。S 席が導入されたみたいだね。じゃあ前ってことかな。公演待ちきれない。もう、待ってて。待ってて。かき氷ラーメン。かき氷ラーメン？ん？かき氷ラーメン？あー。けいちゃんかき氷好きだからね。かき氷とラーメン両方行こう。ママの行動力すごいね。大阪のスタバ。それなー。めっちゃ思った。でもリリはちょっと気になってたけど、抹茶そこまで得意じゃないから。うん。ママから聞いてめっちゃ美味しかったって。ハーハーのメンバーだったりするの？まあ、連絡は取るかなって感じです。修学旅行でマレーシア行った。いいなー。マレーシアってあれだよね。白いライオンから水が出てる。マーライオン？あれ？マレーシアって違う？それシンガポールだった。マレーシアってなんだ？どこだ？こんばんは、初見です。ルナさん、こんにちは。あれ、皆さん、ハート止まってますよ。押して。あ、ありがとうございます。それ、シンガポール。間違えちゃった。たくさん見てくれてる。ありがとうございます。329人。初見さんが結構来てくれた。初見さん、ありがとうございます。
ママ大阪一人で行ったの？なんかね、ママの友達と行ったみたい。ありがとう。ごめん、間違えちゃった。サナが好き、大好きです。あ、そうですか。知ってますよ。あ、招き猫ありがとう。まさくん。猫ありがとう。た。マレーシアとシンガポールは隣だよ。隣なんだ。だから混ざっちゃうんだよ。ってことにしとこ。ハート、貯めないと。押したくても押せない。あ、なんかそういうのあるの？はじめまして。あ、福太郎さん。バラありがとう。ありがとうございます。ハート無限じゃなくなった。そういうこと？ごめんね、なんかでもありがとう押してくれて。押せるとき、押せるようになったらたくさん押してください。じゃあ、そろそろここでスクショタイムをしたいと思います。スクショタイムでしてほしいポーズありますか？一人ラーメンデビューしなきゃ、それなぁ。はい、なんかあります？スクショタイムでしてほしいポーズ。コメントしてください。スクショタイムでしてほしいポーズ。お願いします。ハート、キス顔、キリちゃん大好き。ありがとう！ファーファーポーズ、ラーメンポーズでしょ。あれなんか前回なんかやったよね、ラーメンの丼持って。あれでもラーメンポーズじゃなかったか。え、何がいいですか？サリちゃん、ありがとう！いただきます。召し上がれ。ウィンクしてください。目が輝いてる。ごめんね。ごめんね、ちょっと待って。ちょっと待ってね。あとで探す。探すよ。もう、次になっちゃうかもしれない。ごめん。え、じゃあもう、なんか、何がいい？あ、ウィンク行きます？あ、初見です。フォローしてもいいかな？え、ぜひフォローしてください。お願いします。全力キス顔、そうやって全力つければやると思ってるな。なんかあります？五郎丸ポーズ。あ、かなり難しいな、五郎丸ポーズって。じゃあ、なんか、私が気になったやつやってくね？じゃあ最初、ウィンクから行きまーす。3、2、1。撮れてますか？撮れたかな？撮れてる？あ、スクショ来た。ありがとうございます。あ、めっちゃ撮ってる。でもすごい時差あるんだね、これ。あ、そういうこと？ん？生 TikTok お願いします。え、ちょっと待って。撮れた！ありがとう！じゃあ、もう一個ぐらいやるか。何がいいかな？ラーメンポーズ？ふわふわポーズ？どっちがいい？ラーメンポーズとふわふわポーズ、どっちがいいですか？じゃあ、両方やっちゃいまーす。え、大好き！ありがとう！ラーメンポーズいきまーす。3、2、1。どう？撮れた？撮れたかな？え、体調不良大丈夫？お大事に。撮れた？ラーメンポーズ。何も来ないよ。ラーメンポーズ撮れた？あ、撮れた？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 よかった。よかった。じゃあ続いて、ふわふわポーズいきます。3、2、1。なんか毛すごくて見えないかな。はい、ありがとうございます。撮れたかな？仲間と食べた時の顔。え、仲間と食べた時の顔、かなり衝撃的な顔すぎてちょっとできないんだけど、ちょっとやってみ。ちょっとね。3、仲間と食べた時の顔まで。3、2、1。こんな感じだったかな？こんな感じかな？できた？ちょっと前のと比べてみてください。ありがとうございます。いろいろコメントありがとう。生 TikTok？ それはちょっと今度やるよ。可愛く撮れたよ。ありがとう。そんな感じ。あ、合ってた。よかった。次
次のライブはいつですか？それだけ教えてください。ごめんね、LINE ライブかなり不定期でやってて、なんか、そうです、不定期です。でも、まあ、できれば1ヶ月に1回は必ずできるようには頑張ります。あ、フォローしてくれてありがとう。撮ってくれてありがとう。ずんだ餅のポーズ？いいよ。ずんだ餅のポーズ、TikTok の、ウマーベラスのずんだ餅のポーズまで、あ、待って、ホールケーキありがとう、まさくん。ずんだ餅のポーズまで、3、2、1、ずんだ餅。はい、撮れました？取れたかな？ヨッシーさん、ポイントありがとう。今日アーカイブ残りますか？残しまーす。あ、ディリーベア、福太郎さんありがとう。その時まで目がかえてるサム、探します。え？え、なんすか？え？って、え？ってなんすか？ちゃんとやりましたよ。ずんだ餅。牛タンセリ鍋ずんだ餅ってやつのずんだ餅やりましたよ。アーカイブありがたき。こちらこそ見てくださってありがとうございます。みんなコメント送って。ハートも押せたら押してください。はい。それではちょっとここで告知をしたいと思います。はい。とですね、12月22日土曜日から原宿駅前ステージが復活しまーす。チケットの販売が始まってるので、ぜひ応募申し込んでみてください。お願いします。そして、今、ですね、成り行き街道旅のエンディング曲としてふわふわのビバラッキー4が流れてます。で、 PV も流れてるので、ぜひもしよかったら見てみてください。お願いします。そしてみんなの歌でシャンシャンシャボン玉という歌が、ふわふわでシャンシャンシャボン玉という歌が流れてるので、もしよかったら見てください。それも聞いてみてください。お願いします。申し込んだよ。ありがとうございます。そう、ずんだ餅の結構好評だった。幽霊と雲の TikTok の指ダンス難しかった。え、なにそれ？なんだろう。配信終わったら申し込みます。ありがとうございます。原宿駅前ステージの多分ホームページから行けると思うので、申し込んでください。お願いします。申し込み忘れないでね。どっちも見たよ。ありがとう。そう、どうだったかな。結構感想も気になるよね。でもね、まだ多分1回ぐらいしかやってないのかな。リリもね、みんなの歌はまだ見てなくて、一応成り行き街道旅の方はもう生でチェックしました。北海道の眠りです。え、北海道の子？北海道なの？ありがとう。ラーメン美味しかった、北海道の。まさくん、そして、うちはありがとう。申し込みしたよ、ありがとう。え、北海道のラーメンめっちゃ美味しかった。また北海道行きたいんだよね、味噌ラーメン食べに。って思ってます。ふわふわの DVD とかでタワーレコードとかでしか売ってないのかな。どうなんだろう。DVD?CD のことかな？多分、そうだね。なんか、ライブとか、ワンマンとかやった時には売られてると思います。シャンシャンシャモノは可愛い曲だった。ありがとう。ジンギスカン食べた？食べてないの。ラーメンって結構食べた。じゃあ、そろそろ30分経ったので、終わりにしたいと思います。みんな来てくれてありがとうございました。またいつかやると思うので、遊びに来てください。バイバーイ。おやすみなさい。